はい、こんにちは、116インツです。各チーム今季出場可能な60人の選手を発表して、いよいよ現地時間7月1日よりサマーキャンプ、まあ、いわゆる2回目のスプリングトレーニングが始まるというところで、ようやくですね MLB も戻ってくるなという実感が湧きつつあるんですけれども、ただ以前の動画でもご紹介しましたけれども、各選手今シーズンの試合に出場するか否かっていうのは選べることになっておりまして、で特に高リスクな選手、まあ、持病を持っていたりですとか、そういった理由からプレーするのは危険だと判断された選手に関しては、たとえ試合に出場しなかったとしても年俸も支給されますし、またサービスタイムもカウントされるんですけれども、そういった高リスクではない選手に関しては試合に出場しないという選択をした場合においては年俸も支給されませんし、またサービスタイムもカウントされないというところで、各選手どういった判断を下すのかというところもまた注目ポイントだったんですけれども、今日ですね4人の選手が今シーズンの出場を辞退するということになりました。で、1人目はアリゾナダイヤモンドバックスのマイク・リーク。今シーズンの年俸は1500万ドルの予定となっておりまして、60試合開催時の年俸に換算すると550万ドルになるんですけれども、結構サラリーが高額な選手ですけれども、今回出場を辞退したということになりました。で、リークは今シーズンが5年契約の最終年となっておりまして、オプションもついているんですけれども、ただリークの成績とそれからオプションの額を考えますと間違いなく行使されることはなかったと思いますので、コンフ FA になる可能性が非常に高い選手でして、そういったことも踏まえますと出場辞退っていうのはちょっと驚きではあったんですけれども、ただリークは具体的な理由こそは明言はしなかったんですけれども、家族と検討した結果今年の出場を辞退するというのが最も良い判断だということで今回辞退を選んだようですね。で、リークといえば右のイニングイーターでして、毎年200イニングぐらいは期待できるということで、まあ、非常にですねローテーションの中でも安定したパフォーマンスが期待できる選手でして、去年の途中までマリナーズに在籍していましたので、まあ、私も結構彼のピッチングは見てきたんですけれども、本当に毎試合6回7回ぐらいを3点でまとめるぐらいのピッチングをですね毎回見せてくれましたので、特に去年の先発ローテーションなんかだとマルコ・ゴンザレス以外が計算できない状況の中でリークの存在っていうのは非常に大きかったですね。で、去年のシーズン中にダイヤモンドバックスへトレードされまして、今年も順当にいけばダイヤモンドバックスの先発ローテーションに入る予定の選手だっただけに、チームとしても彼の離脱というのは結構痛いと思いますね。おそらく代役はメリル・ケリーが務めることになると思うんですけれども、まあ、今回こうした形でリークが今シーズン最初の辞退者ということになりました。そして続いて昨年のワールドチャンピオンワシントンナショナルズからは2人の辞退者が出てしまいました。まず1人目がライアン・ジバーマン。ナショナルズ一筋15年間プレーしてきたベテランの内野手でして、昨年で6年総額1億ドルの長期契約が終わったんですけれども、まあ、今季も1年契約でナショナルズに残ったんですけれども、ただ今回辞退ということになってしまいました。で、ジマーマン今回辞退した理由としては、まず娘さんが生まれたばかりということと、あとはジマーマンのお母さんがちょっと持病を持っているということで、総合的に判断した結果、今年をプレーするのは得策ではないというふうに説明していました。ジマーマンクラスの選手となれば十分 MLB でも結果を残しましたし、またお金の方も稼いできましたので、やはりこういった事態になれば家族の健康を優先するというのはやはりやむを得ないのかなと思ってしまいますね。ジマーマンは先週の時点でも今シーズンプレーするかはちょっとわからないというふうに語っていましたので、今回辞退という選択をしたのも大きな驚きではなかったですね。ただ少し心配なのはジマーマンがこのまま引退してしまうのではないかという点ですね。今年の9月に36歳の誕生日を迎えるジマーマンですけれども、まあ、年齢的にも引退を考えてもおかしくはない時期ですし、で本人は来季以降野球をプレーするかどうかはまだ決めていないというふうには話してはいるんですけれども、もしかしたら昨年のワールドシリーズがジマーマンの現役最後のプレーになったかもしれないという点がちょっとだけ心配ですね。家族の健康を考えての事態を選択していますので、で来年の開幕の時点で果たして今のウイルスが収束しているかどうかっていうのも全く予想がつかない状況ですから、もしかしたらということもあり得るかもしれませんね。そしてナショナルズもう一人がジョー・ロスですね。今季の年俸150万ドルの右投手でして、今のところサービスタイムが4年ほどありますので、今季1年間プレーすればあと1年で FA になれるというところまで来ていたんですね。ただ具体的な理由こそ表明していないんですけれども、今回辞退を選択したということで FA がさらに遅れることとなりました。で、ロスは先発のトッププロスペクトとして本当にずっと期待されてきた投手なんですけれども、ただ怪我などもあってなかなかですね思うような活躍ができずに、まあ、ここまで来てしまっているんですけれども、ただ今年は先発ローテーションの5番手に入ると予想する声もありましたので、今年こそはという思いがきっとロスにもあったと思うんですけれども、ただ今回は健康を優先したということで、まあ、ロス自身非常に難しい判断だったとは思うんですね。
ロスは年齢が27歳というところで、まあ、若手と呼ぶにはちょっと微妙な年齢かもしれないんですけれども、ただ MLB での立ち位置を確立できていない彼のような選手は今非常に難しい判断に迫られていると思うんですね。今年プレイしないと、まあもしかしたら自分の居場所がなくなってしまうかもしれないけれども、ただ自分の健康だったり、あるいは家族の健康だったり、そういったところも考えなきゃいけないという中で、本当に難しい選択を迫られていると思うんですね。今回ロスは辞退という選択をしましたけれども、他の若手選手がどういった選択をするのかっていうところは非常に気になりますね。そして4人目の辞退者はコロラドロッキーズのイアン・デズモンドですね。今期の年俸は1500万ドルとなっておりまして、5年契約の4年目を迎える年だったんですけれども、ただ妻が妊娠中であるということと3人の子供を考えると、今年は辞退するという発表を彼のインスタグラムでしていましたね。デズモンドはロッキーズに移籍してからはあまり成績の方が振るわなくてですね、5年契約の4年目というところでそろそろ結果が欲しい年ではあったんですけれども、ただ彼の家族の状況を考えますと、やはりこの選択はやむを得ないかなと思いますね。でデズモンドが今シーズンの辞退を発表したインスタの投稿の中でですね、少し興味深い内容が書いてありまして、現在アメリカが抱えている人種差別の問題ですとか、あとはデズモンドの地元のリトルリーグ、まあ、フロリダ州のサラソタというところなんですけれども、まあ、そこの状況なども生で見て、子供が気軽に野球にアクセスできる環境がないというふうな問題提起をしておりまして、この欠場期間中は彼の地元のリトルリーグを支援していくというふうにも発表していましたね。デズモンドのインスタの投稿については私も全部読んだんですけれども、まあ、デズモンド自身が受けてきた人種差別の問題ですとか、あとはデズモンドがおそらくプロになってからワシントン DC の野球アカデミーで出会った少年の話ですとか、結構長文ではあるんですけれども、メジャーリーグが好きという方にはぜひですね、一度読んでもらいたいなと思いますね。概要欄にもリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。正直私自身、今回のデズモンドのインスタの投稿を見て結構彼への見方が変わりましたね。本当に今回の件では家族のためにも、そして地元のリトルリーグのためにもですね、ぜひ頑張ってほしいなと思います。ということで今シーズンの辞退を表明した4選手を紹介してきましたが、おそらく今後もですね、辞退を表明する選手っていうのは増えていくのかなと思っています。持病を抱えながらプレーをするメジャーリーガーっていうのも結構いますし、また今回のデズモンドのように奥さんが妊娠しているという選手も、まあ、相当数いると思いますので、家族のために辞退という選択を選ぶ選手が今後も続いてもおかしくはないのかなと、やはり思ってしまいますね。で特にアメリカの現状の感染者数の動向などを見ているとですね、まあ、国外に住んでいる私ですらちょっと大丈夫なのかなと思ってしまいますし、ましてや現在アメリカでプレーしている選手からすれば、本当にやはり健康への不安っていうのも非常に大きなものだと思いますね。ファンからすれば辞退した選手のプレーを今年見られないのはちょっと残念ではあるんですけれども、ただ個人的には彼らの選択を最大限尊重したいと思いますし、特に今年コンテンダーとして戦う予定のチームのファンにとっては、仮に主力選手が出場辞退したとしたらなんでだよって思う気持ちもあるかもしれないんですけれども、そこはその気持ちをぐっと抑えていただいて、選手を責めるのではなくて彼らの判断を最大限尊重してあげるという風潮になってほしいですね。ただ先ほどもジョーロスのところで言いましたけれども、若手はちょっとかわいそうですよね。サービスタイムが稼げないと FA が遅れてしまいますし、また年俸も上がりづらくなってしまうというところで、今非常に難しい選択に迫られていますよね。今おそらく最も不安な立場にいるのがそういった若手の選手だと思いますので、仮にプレーしてもしなくても球団やリーグ側が少しでも選手の不安を取り除けるような施策を打ってくれるといいですね。個人的には今シーズンの MLB 一人でも多くの選手、そして一人でも少ない辞退者で開幕の日を迎えてくれることを望んではいますが、こればかりは選手自身が決めることだと思いますので、今後どういう風に展開していくか注目して見ていきたいですね。来月からはいよいよサマーキャンプの方が始まりますけれども、無事にですねサマーキャンプを終えて7月下旬の開幕を迎えられることを願っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。